お待たせいたしました。何？曖昧もっこりってことね。何の話してんだラーメンは。ところでいつまで全裸でいればいいんだ。もう着ていいよ。もう着ていいよ終わったから。もう着ていいよ。はい、ということでございまして、スポチャ読みタイムに入ります。準備いたしますのでしばし待たれよ。松茸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 よ。松茸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 あいあい。松茸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 よ。はい、ではスーパーチャット一旦締め切らせていただきます。いきます。5 4 3 2 1、はい、ストップです。ありがとうございました。カー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 、ストップでございます。本日もたくさんのコメント応援スーパーチャットありがとうございました。はい、読させていただきます。ほいほいほい、これで今締め切りまして、これでこれを一覧にしますと。松茸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 よ。はいはい、松茸松茸松茸ちょっと松茸松茸よ。はい、松茸松茸松茸。あ、そう、これあれだわ、あれです。時間順になってるんだよな。どうしようかな。あ、この枠で、スーパーチャットを、していただいた方の文を読みましょうかね。ちょっと別の枠のも一緒になってしまっているので、これね、時間順になるんだよね。なので、とりあえず一旦この枠の、あれでいきますね。ちょ、間違えて別の枠の読んじゃったらごめんね。では読みます。金欠ライダーさん、目指せスーパーチャ一番乗り。昨日放浪しようかなと言っていましたが、結局どこも雨だったので、おとなしく近所のバイク用品店でオイルを買い、自宅でラデンちゃんの過去配信を聞きながらオイル交換しました。ついでに洗車もしてたんですが、吹き上げの途中で急な雨でびしょびしょに。明日もう一回洗車できるドン。最初からやり直しありがとう。ハムスター愛好家さん、秋の風が寒く感じるようになってきました。そんな時はなぜかアイスクリームを食べたくなります。小生は40代、しがないサラリーマンですが、年を取るにつれ出世の希望は狭められ、おでこは広くなっていきます。そんな僕が好きなアイスクリームはハーゲンダッツ。そしてラデンちゃんの声に励まされます。ちょ待って、励まされますのハゲをちょカタカナで書かないで。それちょっとなんかもうどう声かけていいか分かんなくなっちゃうよラデン。今後も輝かしい輝かしいね、そうですね、輝かしい活動を期待しています。ありがとうございます。なんて声かけたらいいか分かんないよラデンは。ありがとうございます。続きまして、枝宮しずくさん。ラデンちゃんこんばんは。今日は町村運転、初日朝一から行ってきました。すべてが日本の宝物としての輝きがあり、美しかったです。特に記憶に残ったのが、平ラデン聖、これなんて読むんだっけ、聖遠鏡です。観覧中に、ヘイラデン、お酒を飲みますと脳内でずっとリピートし、集中できない時間があり、とても印象に残りました。集中できない時間があり、とても印象に残りました。わらかし観覧は非常にいい時間でした。そんなラデンがその場で笑わせてたみたいな。ラデンちゃんのおかげで新しい世界を知り、日々が楽しいです。いつかラデンちゃんの全編解説付き展覧会に行きたいです。長文失礼いたしました。ありがとう。どうだったかな、正倉院展初日ってことで。多分あれだな、めちゃめちゃ混んでたんじゃないんでしょうか、正倉院展。今日からスタートしておりますね。奈良博物館の正倉院展がスタートしているんですけれども、多分相当混んでた気がします。どうでしたか？ありがとう。タイタナ6時さん、本日の赤涼美しい歌声に今日も感動して投げます。ありがとう。北中さん、見える見えるぞ、ラデンちゃんが運る姿が。ありがとう。めちゃめちゃ混んでた。だよね。タイタナ6時さん、本日の展望台です。ありがとう。
ね、お猿さん、やばい、麻雀ルールわからん。でも伝道師の望みは分かっとうよ。やっぱ最初はこれよね。松茸、松茸、ちょっと松茸、松茸、松茸。ふう、みんなこれでよか。なんかでも一仕事やってやったぜみたいな。ありがとう。タイタナ6時さん、本日の席料、ソース顔、醤油顔なんて言われましたが、誰が豚骨味噌バター顔やねん。誰が豚骨味噌バター顔やねん。全く想像できませんけれども。ありがとう。キータナカさん、入浴料どうぞ。ありがとう。あ、ごめん、あの間違えて、あのこの23、このあと23時のテロ前の前枠読んじゃったわ今、すまんな。冷やし中華始めましたさん、留意層で上がったらデンちゃんが見れる配信はここですか。もう上がらなかったよ。国士も国士上がりだったな。ありがとう。ハオツキさんちのちゃちゃまこちゃんさん、タンヤを23423423455511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 
レンちゃんも強かったよ。うち、なにこれ、なんでスパチャで負けてるこれ。え、これ、あ、始まる前のスパチャで負けたことにされてる、ラデン、これボコボコに。ありがとう。トラベリングピポットさん、用事があってリアタイできないので後でアーカイブで見ます。ラデンちゃんが勝てるように応援してる。それと一つ質問、ラデンちゃんはエゴサするのに決まった時間帯とかありますか？それとも見たい時に見る感じですか？教えてくれると嬉しいです。ありがとう。エゴサね、ラデンは深夜によくやるっちゃけど、あまりにも夜が遅いとこういいねとかで通知がいっちゃったら申し訳ないなと思うので、すんごい夜遅くはあのエゴサはするけどいいねはつけないみたいな、そんな感じかな。やっぱ配信、あと配信後とかは多いですね。配信後ちょっとエゴサしてみるみたいなことは多いっちゃけど、基本的に決まった時間はありません。移動中に見ることも多いけんね、決まった時間は特にないです。ありがとう。ケロピのバカ一変態さん、三色おじさん、これは三色あるで。三色おじさんだ。ヤクモはやぶささん、麻雀とかけてパチスロと解く、その心はどちらも回して打つのが楽しい、うまい。パチスロはエアップなので何か根本的な違いがあったら失礼いたしました。豪麗な東海楽しみにしています。ありがとう。カレーだったわ。号令って何をどう読んだら号令になるんや。ありがとう。シドキアラさん、こちらは話題です。レートは点1で OK ですか？ OK。 ありがとう。レートとかもラデンはいまいちよくわかってないです。北中さん、明日はリアタイできないからわびだいおいときます。ありがとう。あー、これ歌枠のスパチャですね。ありがとうございます。冷やし中華始めましたさん、トリビアを一つ、あー、これ、あー、これ、これ、もう読んじゃった。次のテルマエ枠ですね。トリビアを一つ、この映画のセットはローマっていう海外ドラマのセット流用して撮影されたそうです。ありがとう。SKSP さん、ラデンちゃんご報告です。日付が変わったら変わったこのタイミングなんですが、本日私の誕生日です。おめでとう。お祝いとしてラデンちゃんから新しい名前をもらいたいです。というのもこの名前を長く使ってきたので、そろそろ新しい名前に変えたいと思っていたので、よろしければ私の名字の一つの酒という文字を使ってくだされば嬉しいです。ありがとう。今日もやっといきますかね。いきますよ、せーの。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear、 本日誕生日の皆さん、 Happy birthday to you、 おめでとう。そうだな、名字の一つの酒という文字を使って命名。そうですね、じゃあね、そうだな、酒、さか、酒、さ、酒、さ、酒、じゃあね、そうだな、じゃあ酒焼けてアルコールさんで。酒焼けてアルコールさんでいきましょう。きっとその人の落語はあの酒焼けで声がいい感じになってるんでしょうね。酒焼けてアルコールさんでいきましょう。ありがとうございます。では次、ファンテさん、マサオ、よっしゃー、チュン、ロン、大三元、スーアンコ、ダンキ、国士武装、クレヨンしんちゃん、マサオくんの伝説、トリロン。ちなみにラデンちゃん、今まで最高の役は何ですか？中連ポートかな、一番でかいのは。
ありがとうございます。マサオツモルですね、これね。ありがとう。エビカニクラマグロドンさん、ノルナ振り込みて危険範囲だ。次回ラデンマージャンで負けてやけくそ温泉旅行へデュエルスタンバイ。ありがとう。ジンさん、今日は源頼朝の肖像が見た後にペカってゴーゴーできたのでラデンちゃんにお礼スプチャだけます。ありがとう。そらよかった。歌枠ちょっとダメだわ。これもうまとめて読みますね。この配信までに投げられたもの枠問わずで。通信さん、10月29日の満月は別名ハンタースムーン。天体ショーが目白押しで明け方には部分月食が起こり、夜には月と木星が急接近するとのこと。麻雀でロンドン狙い撃ち、同時視聴で伝道師の心わしづかみ、歌枠リレーで新たなる同士のハートを射止めるなんて想像したり、今日も元気を。ありがとう。こちらこそありがとう。で、あれだ、さっきちょっと一瞬飛ばしちゃったスパチャを読みましょう。タイトル6時さん、本日の赤霊美しい歌声に今日も感謝して投げます。ありがとう。で、入浴料どうぞのあれは読んでよ。ブブブブブブ、あ、読んでないのなかったわ。ほとんどなかったわ。お次、バッタさん、麻雀は不計算くらいしかできないので感染です。ハイの名前ということで豆知識を一つ、5、6、7の並びでウーリューチーと読みます。あれ、誰かの名前のようだ。ウーリューチー、ウーリューチー、あれ、ウルシ求めてる、もしかして。あれ、ウルシ求めてる、もしかして。それウルシちゃん、今日はいないよウルシちゃん。ありがとう。鬼殺帝ココアさん、こちら本日の展望台です。鬼殺しを飲みながらラデン派のお手並み拝見といたしましょう。今宵はどんなドラマが生まれるのか楽しませてもらいます。ありがとう。グリさん、ジャンキーラデンの腕前堪能させていただきます。いや、今日はね、ジャンキーラデンの何恥じぬ打ち方ができたんじゃないかなと思います。今日はジャンキーラデン、まあまあまあ、うまいじゃんっていうところを見せられたかなと、思いますね。ありがとう。イブ十字休憩ニキさん、今はなんと18時、休日出勤をした俺はとても偉いとか、でもかれこれもう何週間も続いてて辛いのが本音。俺の人生詰まってるなんつって、じゃんじゃん。俺の人生初めから国士無双を見たく、運が良ければお金もあるしパチンコも勝てる豪運だったのかなと思う今日この頃、じゃんじゃん。明日は放浪する予定なので今日の2本またアーカイブで見させていただきます。スパチャできるクレジット最高、ありがとう。これ今あれや、このじゃんじゃんは指定があって流してますからね、これね。ここで SE みたいなのが書いてあるから、これお仕事ね、頑張ってて偉いですが、頑張りすぎてお体崩さないようにしてくださいね。ありがとう。ネフィアさん、ラデンちゃんが竜医層で上がるのを見たいな。見せられてよラデン。もありがとう。オニコロテココアさん、このサムネの綺麗な女性、テルマヤですね。このサムネの綺麗な女性はどなたですか。ぜひともお酒を組み交わしたいです。それはさておき、今宵は阿部寛さんの芸術的な肉体美を堪能しつつ、ラデンちゃん伝道師の皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思います。ありがとう。それからウーンさん、ありがとう。ジュン M さん、今日はドラモンドンジャラで勝負ということで駆けつけました。俺はこの白のスペードの7で王手、リーチ一発、月見で一杯。どうやら私の3目半勝ちのようですね。参りましたか。混ざってる。めっちゃ混ざってる、いろいろ混ざってるよそれ。あとはドラえもんドンジャラはやったことありません。ありがとうございます。ありがとう。横田くさん、テルマエです。平たい族かお会い、圧倒的感謝。ザ温泉街ってところ行ったことないから行ってみたい。ラデンちゃんのここの温泉地よかったってとこある、ありがとう。やっぱり湯布院じゃないでしょうか。別府湯布院大分ですねはいいなって思うし、あとはやっぱり美術館的なあれで言ったら箱根とかもよかったね。草津もよかった、草津もとってもよかったし、あとはそうだな、他に温泉地行ったことあるかな。箱根が多いんだよね、ラデン温泉行こうってなると。美術館があるから。っていうのでね、結構箱根に行く率が高いです。
あ、ただなんか箱根に行くってなると美術館行かなきゃってなるけんが、本当にリラックスしたいなってなったら、まずは草津とか大分別府湯布院とかそこら辺に行きますね。てな感じです。あとなんか他に有名な温泉地いろいろ教えていただくんですけれども、なかなかね行けない。あ、熱海は行きましたね。伊豆熱海って温泉地になるのかな、わかんないけど、そんな感じですね。ありがとう。お次、大神さん、フリーでボコボコにされ乱数調整終了、狙うぜ100万、え、入室戦争、今回こそは入れますように、ありがとう。我が輩は猫であるさん、麻雀企画ありがとう、これめちゃくちゃ好きです。電動詞の中に雀詞が増えて嬉し、雀詞が増えてほしいですね。スマホ修理した時に MJ のデータが飛んでしまったので、そんなことある？アカウント作り直すか検討中、かっこなんでこのタイミング参加できるかわかりませんが楽しみにしています、ありがとう。そんなことあるんや。アカウント、スマホ修理した時に MJ のデータが飛んでしまったので、どんまいどんまいどんまい。あ、でも、ラデンもね、MJ は、入れ直したね。入れ直しましたね。前のデータ削除して。ありがとうございます。では次、リアさん。ありがとう。蓬莱なぎすけさん、アーカイブになるので、先に愛を投げます。あ、それ、ポンです。ポンされてますね。スパチャレ。ありがとう。やすやさん、明日も仕事なので前半ちょっとだけ見て寝ます。7連勤目、あと5連勤だ。ラデンちゃん頑張って。おー、頑張って。あと5連勤、あと5連勤って結構あるけど、だから7連勤ってことは、まあ月曜日から日曜日までするとして、一番きついの4日目5日目とかなんだよね。4日目5日目が一番きつい。4日目5日目超えたら、まあ、楽というか、まあ、あとちょっとだーってなるんだけど、地獄の4日目5日目がまだ待っているということで、無理しないように頑張ってください。ありがとう。そらさん、来たぜぬるりと。キャー、ラディンちゃん、今日はここムーンパレスからパブリックビューイングで参加もできそうなら参加するよ。セロニカさんがラディンちゃん見たいって言うから、まだ帰れそうないや。笑ってないで帰ってきてください。ムーンパレス帰ってきてください。帰れなくなるからそれ。ありがとうございます。三つるぎしんやさん、本日の宅大おば、皆様と打つのが楽しみ。ここで謎かけおば。最後の曲でトップの時とかけまして、仕事中に体調が悪くなった時と解く、その心は早上がりも一つの手うまい。ラデンちゃんと同卓になれればなお嬉しい。ありがとう。これはうまいですね。ラデン印の座布団1枚贈呈でございます。シュッ、ありがとう。カカカカモンさん、テルマエですね。サムネが良すぎる大番長3の温泉ステージ、これならもっと売ってたな。ありがとう。いいやん、番長3の温泉ステージ、ありがとう。BKG さん、前回もそして今回もラデンちゃんの参加型麻雀に参加できないのはなぜだ。そう、仕事のせいだ。ラデンちゃんにフルボッコにされるためにこの20年間麻雀を鍛えたのに。何のための20年なんだ。次こそは絶対にギャフンって言ってやる。ギャフン。ギャフン。好きですね、ギャフンね。ありがとう。それから三角さん、松茸の耳鳴りがしてる。松茸、松茸よーってこと。なんかこの間この配信、ここ今で流れてる配信 BGM を上げたら、ラデンちゃんの幻聴が聞こえるみたいな、そういうことでしょうかねこれね。ありがとう。うさけんいちさん、明日は休みで無敵のうさけんいちです。それはもういんちと麻雀で合流ですよ。二日酔い大歓迎のスタンスで同時視聴まで完走します。本日の雀荘代になります。この場合セットフリー、お釣りはキャスター代にしてください。ありがとう。対馬猫兄さん、ありがとう。よとさとみさん、お疲れ様です。さっきまで実は私が所有する自動オタク、自動オタク持ってるの、いいな。さっきまで実は私が所有する自動オタクで知り合いと麻雀を6ハウスをしており、結果は総合2位で1をプラスでございました。回線があまり強くないので私は参加せず、今回は見て楽しみますね。ここで一つ、麻雀とかけましてボクシングと解きます。その心はリーチにより差が生まれ勝敗を得るでしょう。うまい。ちなみにラデン印の座布団じゃなかった
あラベンチル氏の座布団は現在13枚です。ありがとうございます。いやこれはうまい。これは座布団贈呈ですね。ラベンチル氏の座布団1枚シュッ、ありがとう。続きまして、しばちゃさん、楽しみ、ありがとう。当てる前ですね。ありがとう。ボンボン X さん、ありがとう。グアジンさん、ラデンちゃん、気をつけて、鬼殺しに飲もうとして、タコから目線を外したら、ツバメ返しが来るよ、対戦相手。ありゃー、これは、つぼってるなー。天砲だ。天砲出してみたいですね。ありがとう。アクタチリさん、読み上げ不要、ありがとう。花村佐藤さん、仕事終わらないので話題だけ置いておきます、ありがとう。クロクロムーチさん、ありがとう。もじゃ AKA マルチの犬さん、麻雀のルールわからないからお酒を飲みながら観戦します、ありがとう。イスノホンさん、みんな頑張れ、ラデンちゃんもね、そのついでみたいな。ありがとう。ヒーティーイモベイビーさん、アーカイブ台です、スパチャを投げます、ありがとう。カタツムリデンデン丸さん、酒を飲みながら天秤の麻雀、手が震えるぜ。何、ラデンが竜イーソーだと。その瞬間、ラデンの頭を駆け巡る脳内物質。対戦相手一同、まだまだ終わらせない、地獄の淵が見えるまで。勝負の後は骨を残さない。これなんだっけ。これ何だっけ、これ元ネタなんだっけこれ。ありがとう。アルマサファイアさん、ラデンの姉貴、配信お疲れ様です。19時の配信開始をお知らせします。今日の一句です。ラデン、モネさん、傘を差す女の2作目が書かれてたのっていつだっけ。モネ、1886年だね。ラデン、奥さんの神優さんが亡くなったのは。モネ、1879年だね。ラデン、もう一つ質問いいかな。ジャンとミッシェル、過去モネの長男と次男はどこ行った。モネ、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。これはわかるぞ、元ネタ。鋼だ、鋼の錬金術師ですね。鋼の錬金術師通ってきてはないけど、勘のいいガキは嫌いだよは知ってる。ありがとうございます。では次、本風林さん、配信みたいので並走します。隣の宅から元気な声が聞こえてくる気分で、ありがとう。ゴードルのディデスさん、ラデンちゃん、かわいいです。以上ね、死にかけてない、大丈夫これ。ありがとう。山田錦優さん、ラデンちゃんこんばんは。伝道師の皆様こんばんは。今日から友達と旅行のためイヤホンで聞きながら旅行します。この後日本酒とそば食べに行ってきます、ありがとう。生きのいい牡蠣はフライだよ。ちょっと面白いこと言われて。次、このノリノリノリなきり組さん、ラデンちゃんの活動とかけまして、薬満朝拝届きます。その心は、今後の展望が楽しみでしょう。うまい、これからも頑張れ、ありがとう。ムイさん、ありがとう。アルファサファイアさん、お、露天風呂の姉さんの姿が拝めているということは、僕たちは姉さんと婚約しているってことだな。あ、そうですね。そうですね、とか言って。ありがとう。ハンモンジンさん、わーい、麻雀だ。これまでの人生、数多くのゲームをやってきたが、麻雀だけはどうやっても勝てない、覚えられない、引きが悪いと、学生時代3年間つきっきりで教えてくれた知り合いにも、お前はもうやんない方がいいわとサジを投げられる始末。そんなこんなで他の人に見てもらえば、圧倒的引きと読みのすれ違いで、ここまで下手なやつがいるとはなとデタにされ、もうやるもんかと、きっぱりやめたので参加はできませんが、あ、麻雀代です、ありがとう。そういうこともある、そういうこともあるよ、ありがとう。銀血ライダーさん、頑張り伝道師。あ、ラデンちゃんも、なんぞのついでみたいな。ありがとう。真心太郎さん、善と多難、リアタイできないので、スポチャ置いておきます。対戦できる人、羨ましい。ありがとう。SKSB さん、今日はおかんと上野科学博物館の特別展の、和食を見に行ってきました。農産物から水産に、ラデンちゃんの大好きな日本酒も含めた発酵食品、そして弥生の時からの食事を再現した展示に、江戸当時の屋台などいろんな展示をやっていました。そしてクックパッドによる江戸当時の料理を再、江戸当時の料理の再現を QR コードで見れるというのもありました、ありがとう。あ、ねえ、実はラデン、上野の科学館一回も行ったことがなくて、
いつか行きたいな、いつか行きたいなってずっと言ってるんですけれども、上野に行くとまあ美術館の方に行ってしまうわけなんですね。でも科学館自体すごい好きで、お台場のね、この間は未来科学館に行きましたね。お友達でさ、あのあれなんよ、科学館がめっちゃ好きな子がいて、でその子とよく科学館行ったり美術館行ったりするっちゃけど、まあ、いつかねその子とはちゃんとコラボするんじゃないでしょうか、わかりませんが。でそのね子と未来科学館に行きまして、でこの未来科学館はですね、私の大好きな、アニメラブライブ虹ヶ崎学園のあのエマベルデちゃんって子がいて、そのねエマちゃんのソロ曲のね舞台になったところやったんよね。テンション爆上がりでしたねテンション爆上がりでした。わーここ歌ってたとこやーっつって、めちゃめちゃテンション上がった、あれを覚えておりますね。ありがとう。次アドエアさん、ラデンちゃんこんばんは。これから出かけないとなんで雀荘代だけ置いていきますね、頑張れ。ありがとう。内見ライダーさん、生の時は茶荘という、これは大切。ありがとう。ありがとうさん、股間若衆になってまうやんありがとう。バナナミルクさん、ポインポイン、リアタイできず、おきみやげ、おひねりポポポイ、ツモ、ロン、ホルモン、おいしい、わーい。これ焼肉いってますね、これね。ありがとう。いねむりさん、すっぽんぽんって、ラデンと聞いて、あ、これラデンのラが裸になってる、これ。裸の方のラデンになってる、すっぽんぽんって、ラデン。誰がすっぽんぽんって、ラデンや。ありがとう。アキラジジイさん、安心してハゲてるよ。もうなんて声かけてないんだよそれラデンは。安心してハゲてるよって言われてもユッティさん、ハゲますとか髪の話ですか。19時18分ありがとう。髪の話じゃないよ、安心して。星野瑠璃さん、ラデンちゃん負けたらのお面つけよう。あー、その手があったな、ありがとう。ハンボーチーさん、励まし合ってハゲ散らかすんやで。ハゲのハゲがあの頭の方になってますね、これね。ありがとう。SKSP さん、ハゲしい、かっこ、ハゲと、ハゲをかけたもの、あの、ハゲる髪の毛の方とね、ハゲますの方ね。地震が起こりました。これ、秋元キツネさんの作ったダジャレ。ありがとうございます。なんでもなおさ、師匠、新しいアルコールよ。ありがとう。こたつ亀さん、 T シャツ脱ぎまーす脱がしてしまった。ありがとうさん、この戦いっぷりまさにモブ、あ、橋役てラデンなんてどうでしょうこれ橋役でいいのかな、これちょっと待って調べます。配役ですね、早くてラデンなんてどうでしょう、誰が早くてラデンやありがとう。SKSB さん、そういえば昨日へのお話で思い出したんですが、へが2個ね、へーへーと書いて追尾ほうひって名前のキャラが始末にいましたなありがとう。エストンさん、これはやっぱり銅鐸じゃなくても対戦できるようにした方がいいと思います。待機画面を開いていたら結局待つだけになってる、結局配信はアーカイブで見ることになりそうです。ありがとう。麻雀配信ね、難しいね、まあ、しばらくやらないんじゃないでしょうか。ありがとう。ペコペコさん、ラデンちゃんは好きな麻雀漫画やアニメはあったりしますか。自分は向こう淵という漫画が好きです。主人公が上がる際の決め台詞、おオブレは実際の宅で言うと嫌われそうですが、言ってみたいセリフです。ありがとう。お次チャリンコライダーさん、外だけどパーカー脱いで半袖になったよ、次脱いだらインナーになるよ、ごめんってごめんって、ありがとう。サクサクさん、警察に職質されたらラデンちゃんが負けてしまったんですっていう理由は通じますか。真剣に回答お願いします、人生がかかってるんですそうですね、職質通じるんじゃないでしょうかあ、そう、警察の方にも布教してください、よかったら銃風テラデンを布教してください、そしたらあのワンチャンいけますね。ありがとうございます。ジョルさん、ロックン少女バインバインと言わせながら聞かせてもらってます。お、当たっとるやん。山あり谷あり、なんとかプラスですが粘ります。ラデンちゃんもマージャン粘りがちするんや、ありがとう。ありがとうさん、8000人近くの裸がラデンを見てるぞ面白すぎる、8000人近くの裸がラデンを見てる状態。ありがとう。
パスカルさん寒くて脱ぎたくないからこっそり展望に足してき足しときって言ってるありがとう。グリさん、配信者として一度は勝ちたいですね。ラレンちゃんの心が燃え尽きて配信者になりませんように。配信者の灰がサラサラの方の灰になってますねこれねありがとう。シャさん、今日は三山亭フビーの日か。三山亭でしたね今日はね。ありがとう。なんでもなおさん、小百合先輩に見事に実験されましたね。かっこ笑、何笑ってんねんありがとう。TTB さん、上がりたい手上がれない誰が上がりたい手上がれない。いやもう手しかないよ元のあれがありがとう。リンドウさん、いや2台です、ありがとう。つばきさん、これでこれ伝道師が上がるたびに伝道師が抜くことになるから伝道師たち自分で食いしめてないありがとう。ゆってさん、さすがラレンちゃん、東ラスでのハネマン逆転劇での1位、夢か19時40分、ありがとう。ハネマンやりたかったな、ありがとうね。鬼転び大さん、ラレンちゃんの悲鳴を聞く配信ごちそうさまです、頑張って、ありがとう。カズマさん、重風亭ラレンから取れ高亭ラレンに誰が取れ高亭ラレンやありがとう。イマジンさん、おめえネクタイ刺繍ありがとう。アーシーさん、ふふ下手だなラデンくん、下手っぴさ、欲望の解放のさせ方が下手。ラデンくんが本当に欲しいのは焼き鳥かっここっち、これを下のレンジでチンしてほかほかにしてさ、冷えたビールでやりたいだろじゃあ鼻水出てきた、鼻をかみます。よし。次、大工のデンさんさん、感覚的な話としてイーペーコーって揃えるの難しい上に面前役の癖して1ハフなのってコスパ悪くないですか。僕は嫌いです。ラデン氏は嫌いな役ありますか。ちなみに僕はチュンを捨てるときはチみたいと片言で喋っていますありがとう。うーん、嫌いな役なのか、嫌いな役好きな役以前にあんま役知らんしな、ラデンね。ありがとう。町中華ボットさん、積もられて絞られん。誰が積もられて絞られんや。やばい、もう今日でめっちゃ増えてるんだけど。ありがとう。こたつ亀さん、残りパンツ1枚か。あー、やばい。ネズさん、19時46分、ラデンちゃんが脱衣麻雀をやってると聞いて、ラデンちゃんが脱衣麻雀でか、伝統師の脱衣麻雀ですね、これね。ありがとう。ゴッドサウスポー、ササヤンさん、はじめまして、初見初スプチャです、ありがとう。最近、切り抜きでラデンちゃんを見て気になり始めました、応援しています、ありがとう。サクサクさん、このままだと伝統師たちの曖昧もっこりが、明瞭もっこりになって登録者減ってしまいますよ。ありがとう。ホンフリンさん、ボーピーの切って貼ったやつ届いたかな。ボーピーの切って貼ったやつ、ちょっと待って見るわ。あのあれですね、切手がね貼ってあるものを最近最近送ってくれた、もしかして。これ多分ね、デビューしてすぐの分のファンレターなんですよね、今日届いたやつが。あ、ちょっとまだあれだと思う、運営さん確認中だと思います。ありがとうございます。そう、ファンレターはね、唯一こう何プレゼントとして送れるものなんですよね。で、なんかあの危険なものが入ってないかとかを一回運営さんが確認するために一度開けますね。ありがとうございます。それからエイストンさん、このゲームはパスワード当てても100人いたらパスワードが違いますって出て、誰かがタイムアウトしたらそのパスワードで入れるようです。ラデンちゃんが入った時のみ101人になるようです、ありがとう、教えてくれて。ゆってぃさん、ラデンちゃんイペコおめでとう、第19時53分、ありがとう。よとさとみちゃん、危ないこと、ドラを捨てること、振り込まないこと、信じ抜くこと、ラスになりそうな時、補充て一大事誰が補充て一大事やありがとう。こたつ神さん、最後のパンツを脱ぎます、あー。イオフモールさん、対戦ありがとうございました、スパチャかっこ点数振り込めたのでよかったです、ありがとう。ナイケンライダーさん、宝珠亭さん、対戦ありがとうございました、トイメンでフブちゃんを使っていたものです、カンドラアシストからの当たり牌のパス素晴らしかったです、ありがとう。
ゆてぃさん、次の対戦者さん、接待姫プお願いします。20時5分、ありがとう。SKSP さん、私は冬でも半袖長ズボン、ビーチサンダル姿で繁華街を歩いてる人間です。そして家では、袖なしと半ズボン着てます。ありがとう。冬でも半袖長ズボン、ビーチサンダル姿で繁華街を歩いてる人間です。たまにおるけど。ありがとう。エストンさん、 MJ 開いてた固定コメ見れないのでパスワード言ってくれないと意味ないです。ありがとう。次やることがあれば言うね。ありがとう。皆さん基本的に画面見ながらイコールゴースティングなので、良い子のみんなはやったらあかんで、あ、だそうです。皆さん、皆さん、麻雀の手はなんか綺麗だなって自分が思えるような感じになってたら大体あかれるで。ありがとう。皆さん、どうぞ過去漫画。ありがとう。カタツムリでんねん丸さん、泣きかっこ負けて泣きの懇願テーラデン。誰が懇願テーラデンや。ありがとう。猫たちさん、ラデンちゃん疲れたろ、僕も疲れたんだ、なんだかとても眠いんだ。ラデンちゃん、あー、死ねやつ、それ起きて、これ死ぬからそれ。ありがとう。町中華ボットさん、俺らが泣くわ。そらそう。服取られて。クーマさん、楽しかったよ、ありがとう。ラデン様、ありがとう。つくよみてかぐやさん、チュンピーも打つ、ラデンちゃんは今日も可愛い、笑わせたいけど思いつかない、ありがとう。こたつ亀さん、部屋で全裸になってるところを親に見られて何言っとんのって言われました。だい、あははは、部屋で全裸になってるところを親に見られて何やっとんのって言われました。だい、いただきました、ありがとうございます。裸踊りの練習でいいんじゃないでしょうか。ありがとう。すこやかさん、服脱がされて風邪ひいたので病院行って拍手。ごめんって、ありがとう。死にかけマリオ軍さん、ちょうど全裸になりました、風邪ひかないといいな。ちょうど全裸になりました、風邪ひかないといいな。もう、あの、着てみんな、服着て。ネフェラさん、もう脱ぐものないよ。あー、ラデンが負けすぎたせいで。ありがとう。ショウさん、ありがとう。失われし黒豆さん、参加型対戦麻雀お疲れ様でした。さすがラレンさん、三三手の名前は伊達ではなかった。この後の同時視聴も楽しみにしています、ありがとう。ラピスさん、お疲れ様でした。ラレンちゃんは風邪ひかないでね、ありがとうね。タルカさん、麻雀博物館いつの間にか閉館してた。麻雀博物館があったの、知らなかった、ありがとう。うぐいしてミラージュさん、 JFTJFT ありがとう。シアさん、緑染まり、染まり見せるは紅葉よ、ドラに染まるる幻想の中に。短歌いただきました、ありがとうございます。ドラに染まるる言いたかったですね、これね。幻想の中でございました、ありがとう。高本さん、よくわからんが楽しかった、ありがとう。ケルティさん、脱ぐものなくなっちゃいました、ごめんって、ごめん。あらよとガチリンさん、マージャンはちょっとしかわからんけど、ラデンちゃんがワーキャーしてるのを見てるだけで楽しかった。あと、そろそろ服着てもいい、着てもろて。ありがとう。SKSP さん、想像以上にスパチャ早かったことに驚き、ありがとう。森安和子さん、最後惜しかった、ありがとね。ハッピーさん、参加型楽しかったよ、ありがとう。あー、この辺トイレだ。この辺トイレだ。お名前で、拝読させていただきますね。海さん、クロクロムージさん、ケイシーライバックさん、遠近法廷テクテさん、リースケさん、クーモさん、トントロポスさん、麦ビールナオさん、誕生日一緒に映画見れるの幸せ、おめでとう。ハッピーさん、キラマヤロウさん、パスカルさん、麻雀で上がらなくていいわ、初めて聞いた。いや、ミスあれは。麻雀でその言葉が出るとは、さすが聖者ラデンちゃん。ありがとう。シラスさん、アブランチさん、立花稲葉さん、 TTB さん、ジョルさん、オザピノさん、マージャンお疲れ様でした、声出し完璧でした、ありがとう。A5 ランクバタミートさん、ミネさん、ファンテスさん、ジューベイさん、KTYS さん、タッツーさん、北海道大、ありがとう。先行アカシアさん、ヤクモハイドラさん、秘密のさん、バジトウフーテーグデンさん、半熟卵さん、夕寝して起きたら19時50分でした。遅れてごめんなさい、大、いいんだよ。ありがとう。反省猿さん、エストンさん、次回から毎回パスワードだけでなく、ルーム名も変えた方がいいと思います。または同卓じゃなくても対戦できるようするなどで対策できる方、今日はほぼ常に100人待機していた感じでした。ありがとう。
ティースケさん、トウキチロウさん、716さん、参加型麻雀お疲れ様。麻雀難しそうだけどめっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しいやん。 MC 入れてみてありがとう。白木千早さん、ゆうせいさん、うぐいしてミラージュさん、板橋狭間さん、ロロティアさん、楽しかった。今回は参加できなかったけど次回は参加したいね。さんざんての名前が似合うほどにさんざんだったね。この後の同時視聴も楽しみにしているね。ありがとう。ダイヤメさん、夢占いの件ですが金運は上がっているでしょうね。次のホロからお賃金が出たら目玉が飛び出ることでしょう。そして来年の税金額を見て目がつぶれるのです。かっこわら。20時23分ありがとう。ちなみにね、今月もお給料ないですね、ラデンね。ひえー、今月もお給料ない予定なのでどうしましょうね。どうやって生きていきましょう。大変です。ありがとう。藤田月猫さん、ありがとう。カウント、今回抽選外れで参加できなかったけど同時視聴は参加します。今日も可愛いぞ、ラデンちゃん。ありがとう。プロメさん、重風亭の姉さんがすってんてんにされたっていうのはここかい。ほれ、巻き御座持ってきたぜ。ありがとう。再起動大切さん、ハクション、うーずび、あ、ごめんって、あったかくして。ありがとう。アイゼクトさん、麻雀に負けて全ラデンの誕生であった。ありがとう。あ、そう、でもバイトの給料あるんでね、安心してください。皆さん生きられますのでね。重風寺でまだバイトしてるんですね。クラゲさん、お疲れ様でした。とても楽しかったです。ありがとう。適当さん、服を着ます、着て。ありがとう。トッキーさん、ありがとう。プチカイさん、悪い子のみんなおいでー、スロカス謎かけだよー。監視隊ラデンちゃんとかけまして、パチスロマージャン物語でときます。の心はどちらも姉妹がいるでしょう。うまい。この次もマージャンラーシュ。ありがとう。次最後ですね。スイラさん、マージャン参加型参加できないけどラデンちゃんが打つとこ見てるだけで楽しい。ちなみに2いじれもすごいよ。まあラデンちゃんのおかげでパンイチになりました。寒いよ、焼き鳥亭脳天。誰が焼き鳥亭脳天や。ありがとう。はい、ということで、本日のスーパーチャットすべて拝読させていただきました。ありがとうございました。わーい。今日も本日のたくさんのコメント、スーパーチャットありがとう、大感謝でございます。てな感じでございまして、なんだっけ、あ、そう、次はですね、この後2時間後、ちょっと遅いめの時間ですが、23時から、同時視聴配信があります。同時視聴タイトルはテルマエロマエでございます。初めての方も、もう一回見るよという方も、ぜひぜひよかったら一緒に同時視聴してください。土曜日のゆったりした夜、一緒に映画を見ませんかというやつでございます。よろしくお願いいたします。で、今日ね、テルマエロマエ、結構、あー面白かったみたいな感じだったら、来月ね、テルマエロマエを2を見ましょうと言った温度感でございます。よろしくお願い申し上げます。ワンやね、そう、ワンの方、ワンの方。あ、てな感じでございます。で、明日は、歌枠リレーもありますね。歌枠リレー、ボカロ縛り。でね、ちょっとこれ、時間変更になりそうです。ちょっとですね、早めになりそうな感じがしてますので、ちょっと決まり次第ね、皆さんには改めてお伝えしようかなと思います。よろしくお願い申し上げます。さあ、ということでございまして、本日の配信以上で終わります。本日もご視聴ありがとうございました。最後、さようならでんでいきますよ。せーの、さようならでーん、バイバーイ。ボイヨン、あー、このライブストリームではチャットは無効です。あー、なんちゅうこった。時計も出てないし、時計が出てないのはまあご愛嬌ということで、ちょっと出すけんね、ちょっと待っとってね、みんな、な、ちょっと待っとってな。チャットも出します。もうなんかラデンのお家芸みたいになっとるけど、これチャット欄がなーいってお家芸みたいになってるけど、決してね、そういうあれではなく、すいませんね、皆さんね、毎回ね。はい、しょしょ。はい、しょしょ。これでどうだ？あー、出たー。出た。土偶が。土偶が表示されてるの面白いな。ということでございまして、スパチャ読みの準備をいたします。少々お待ちください。
これさ、あの BGM が良すぎて、これアンパッキングの BGM 流したままでよか、これダメかダメか、ちょっと待ってな。一旦だから配信の BGM をつけの、あ、アンパッキングを閉じのだわ。ポン、アンパッキングを閉じの、配信 BGM をつけの、よし、 OK、 これでよしですね。で、スパチャ読みタイムを始めたいと思います。よろしくお願いします。ではでは、スパチャを切る準備をします。お待ちください。ちょっと松茸松茸よ、松茸松茸。ではスーパーチャットを切ります。5 4 3 2 1、ストップです。本日もありがとうございました。スーパーチャットオフ。はい、ということで、ただいまスーパーチャットオフにいたしました。本日もたくさんのコメント、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、本日も心を込めて、スーパーチャットの方を読まさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。スーパーチャット読む準備をします。お待ちください、お待ちください。松茸松茸松茸、ちょっと松茸松茸よ、松茸松茸、ちょっと松茸食べてみたいな、松茸松茸松茸、ちょっと松茸。スパチャを読む準備、オッケー、スパチャ読む準備できました。ではスパチャ読み始めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、ちょ、その前にお水飲んでよか。お水を飲みます。あー、うめ。よし、スパチャ見始めますよ。よろしくお願いします。白鳥亭たくあんさん、ガガバート大です。ブピーブピーブピーブ。ありがとう。アシーさん、無責任に寝落ちした私をラデンちゃんが許してくれるとは思いませんが、身勝手な約束をして声も届かぬ温かい布団から寝ちゃってごめんなさいじゃないでしょうに。男が一度必ず見ると言ったのだから。朝枠寝落ちないです、来週こそは。それなんだったっけ、それなんだっけ、元ネタワンピースだっけ、なんだっけ。ありがとう。あー、スパチャが、スパチャが更新されてしまった。ちょっと待ってね、みんな、ちょっと待ってね。お前、お待ちください。あー、オッケーオッケー、まだだまだだまだだ。次、タイダナ6時さん、10時、本日の席料です。朝、ためになったね。ありがとう。イブさん、10時休憩だぜ。ウェイ、ありがとう。あ、この10時あれね、夜の10時じゃなくて昼の10時ね。レンブラント斜めさん、10時17分、アンパッキング配信好き。ラデン母ちゃんは出てくるのでしょうか、楽しみです。母ちゃんですね、母ちゃんつって。おばあちゃんだね、ラデンはね。おばあちゃん、いつか配信に呼んで対談配信したいですな。ラデンのばあちゃんと、ラデンと配信して、ね、お茶飲みながら、のんびりまったり話すみたいな配信やりたいですね。次、ボンボン X さん。通信さん、アンパッキングの続きだ。かっこサムネのラレンさん、かわいいですね。考察や配置はもちろん、振り返りの高速再生が今から楽しみです。ん、物語の後編に興奮して感情が溢れてしまった。ザザっつって。物語の後編に興奮して感情が溢れてしまった。んー、ザって。ありがとう。ケロピノバ H 変態さん、まったりアンパッキングいいよね。そして11時11分をお知らせします。ありがとう。笹かまぼこ宮城さん、11時48分いっけね、遅刻遅刻、ラデンちゃんの配信が始まってない。なるほど、 AM じゃねえの。AM じゃないっすね。次、北中さん、お、なんかすごい、あ、めっちゃ褒めてくれてる。
中風亭螺鈿さんはその才能と想像力において卓越しており、その芸術的な表現は魅力的で人々に喜びをもたらすことができると確信しています。螺鈿さんのユニークなアプローチとユーモアのセンスは彼の才能を特別なものにしています。彼の作品や漫才に触れると心温まり笑顔が生まれることでしょう。彼の想像力と才能は芸術界において非常に貴重であり、多くの人々に感銘を与え続けることでしょう。 AI だん AI やないかAI やないか。これ聞いたんやろ、 AI に重風亭螺鈿とは何ですかっつって、でそれのコピーでしょこれ途中からうんって思ったけどありがとう。もうなん途中からおっととは思ったけどおっととは思ったけど、次行きましょう。ゆとり亭さとりさん、画狂老人まんじについてです。あれだね、あ北斎だね画狂老人まんじについてです。長野県小布施町にある小布施町でいいかな、小布施町かな、ちょっと待って怖いね、小布施町だね。長野県小布施町にある北斎館の収蔵品で見た覚えがあります。北斎は83歳から亡くなるまでの間に友人の招きで、小布施を何度か訪れています。小布施には北斎の絵がお寺の天井画や祭りの屋台、さらには一般家庭にまで相当数残っていたため、それらの散逸を防ぐ目的で北斎館が作られたようです。北斎を招いた人物は造り酒屋の当主で、そこは今もお酒を作っています。キスでしたらすみません、長文失礼いたしました。ありがとう、ソースが来ましたね。そう、あの後ね、その画狂老人、朝話してたのは、その北斎が晩年に画狂老人まんじっていう名前を使っていたっていうことのソースが見つからなくて、なんか知ってる人いたらコメントくださいって言ってたらね、いろんな方がコメントしてくださってて、ありがとうございます。で、その中でね、東京の表参道にある太田記念美術館さんの公式のノートに、その旨が書いてあって、そう、本当にね、画狂老人まんじって書いてあった。って書いてあってね、あ、そうなんやと思って、ちょっと実際にね、その画狂老人のサインを見たいなと思いつつ、でもこの、小布施町、小布施町にある北斎館も行ってみたいなと思いつつ、だからちょっとね、螺鈿はね、近々長野県にも行かないといけないんだよな。日本のあかり美術館もあるけんさ。ありがとうございます。情報提供ありがとうございました。では次、ひよりさん。そうか、そうだったのか。JFT とは、人類とは、宇宙とは、今なら手に取るようにわかるぞ。こんなにも簡単だったんだ。すべてのものは JFT に導かれ。15時をお知らせします。温度差よ温度差、温度差、すべてのものは JFT に導かれ。15時をお知らせします。DC ミニ2機かと思ったら、ゲッターかと思ったら15時でしたね。ありがとうございます。次、うーんさん、市松亭翔太さん、今朝は名前あさます、これで漢字合ってますか。今日リアタイ厳しいので今のうちにお礼のスパチャを投げます。ありがとうございます。別に数字の1でも福岡市の市でもどっちもよかったんだけど、なんで今福岡市って言ったんでしょう。どっちでもいいんだけど、1で気に入った方でありがとうございます。プロメさん、今日もオイラはこれから一仕事してきます。その前に腹ごしらえをしなきゃなと入ったのは小せえ蕎麦屋、それなりに腹を満たしてからお勘定と愛になるわけで、小銭を財布から取り出すってと、ひーふーみー、おう親父今何時だい、すんただいま17時10分のスーパーチャットをお届けします。ありがとう。親父さんに無視されてますねこれね。ひーふーみー、お親父今何時だい、すんガン無視親父にありがとう。みつるぎしんやさん、本日の観覧料オーバー、今日本日はどんな物語が紡がれていくのかな、ありがとう。コダックさん、整いました、醤油をかけて卵を溶きます、そのご飯は TKG でしょう。じゃあこれ面白い謎かけではないんだけど好きですね。整いました、醤油をかけて卵を溶きます、そのご飯は TKG でしょう。
座布団いらないので名前をください、ありがとうございます。そしたらですね、そうだな、卵でしょ、卵でしょとか言ってこれがすごい気に入ったからこれを覚えておきたいので、じゃあねー、そうだな、 TKG TKG、 じゃあ TKG ピヨピヨでいきましょう、TKG ピヨピヨさんで、若干残酷だけど、あの生まれた世界線と食べられた世界線のひよこをあの一緒にやっておきましょう。 TKG ピヨピヨさんでいきましょうありがとう、カカカカモーンさん、このラデン、もはや剣王の名はいらぬ、無双転生よりバー揃いの方が続く、そんな日曜日を過ごしましたありがとう、やすやすさん、明日も仕事早いのでアーカイブでちょっとだけロックで富士山ちょっと待ってや、富士山なんだっけこれ、なんて読むんだっけ、お先に乾杯です、ありがとう、ちょっと待って、これ富士山6だ、どれでもなかったわ富士山6ですね、ありがとう。大工のデンさんさん、先日スパチャ読み雑談枠の冒頭でピチャ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 パーイとどさくさに紛れて下ネタを言っていたのが頭から離れなくて、仕事中にそれを思い出してしまい笑ってしまいました。それを親方に見られました、怒られました、どうしてくれるんですか、可愛かったので半分ぐらいは許します、もう半分許してくれないんだ許してよ、何気なく言ったんだよ、ピチャ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 パーイ許してほしいな、ありがとう。ファンテスさん、ラデンちゃんのホロライブフレンズウィズユーはここで買えますか、なんだっけホロライブフレンズウィズユー、待て聞いたことあるぞ、ちょ待てなんだ、な聞いたことあるんだ、本当だよ、本当聞いたことあるんだ、ぬいぐるみだ、そうだそれだ、ホロライブフレンズウィズユーっていうね、あのホロライブの先輩方がこうぬいぐるみになってるやつがあるんだけど、それのラデンバージョンはここで買えますかっていう質問ですね、ぬいぐるみ化の予定はありませんありません、今後のラデンの頑張り次第ですね、頑張ります。次、ラテンさんログインボーナスありがとう。SKSP さん、ラデンちゃんはもし自分だけの一軒家に住めたらどんな部屋を作ってみたいですか。私は一つはゲーム用にテレビ2台ありで PS5 用とスイッチ用を置いたゲーム部屋、もう一部屋はベッドに、なんとか着ながら動画を見る YouTube 用の部屋兼寝室、1階にはキッチンとリビングがある、そんな家にしたいですね、ありがとう。そうだな、ラデンが、あ、くつろぎながらかこれ、ラデンが一軒家を持てますよってなったら、どうしよう、一軒家ありますってなったらとりあえずあれだな、ゲスト部屋を作っていろんな人とオフコラボできるようにしたいですね。ゲスト部屋欲しい、あとやっぱ茶室が欲しい、茶室が欲しい、ちゃんとした感じの茶室、あれが欲しいですね。あとはあと配信部屋も、その配信部屋として欲しいし、今ね配信部屋と寝るところが一個になっとっちゃってね、だけど配信部屋は配信部屋として欲しい、寝室は寝室として欲しいっていうのがあるな。あとはそうだな、あとはね、なんだろうな、屋上なんか屋上でラジオ体操とかしたいな。部屋、どんな部屋を作るって言われてんのに屋上てな感じかな、ありがとう。次、あとスロット部屋地下に作りましょう次、エネフェアさん、アンパッキング続き待ってた、ラデンちゃんの考察するストーリーも面白くて好き、あれ、小さなラデンちゃんが片付けちゃおうね、やめてそれラデン
ありがとう。ゆっけさん、11月の運動会も白組に決まったみたいで、今から楽しみでワクワクしています。頑張ってください。ありがとう。チロさん、配信中には仕事中だけど、ラデンちゃんの声はエンジン音の中でも通るハキハキした話し声だから、運転しながら聞けるんだよな。あ、今回の段ボール処分料です。ありがとう。低気圧敗北部の雪風さん、本日の赤量、果たして今日はどのような物語が紡がれるのか、成長物語に期待。ありがとう。次、キビツムテサンタさん、本日の DC ミニ台ありがとう。ありがとうっつって受け取っていいものなのかこれは。野獣先輩さん、おっすお願いします。ありがとう。カタツムリでんでん丸さん、仕事なのでアーカイブで楽しませてもらいます。収納女王ラデマジックさんの収納術を楽しみにしています。ありがとう。リプテリアこよいさん、ラデンちゃん、ラデンちゃん、さっきご飯を炊こうと準備してたんだけど、計量カップ落としちゃって1合分のお米たちが部屋中に飛んでいったよラデンちゃん。うわーあー悲しいやつ。あれだね、ご飯炊こうと思って、で米を取ったその計量カップなんだね。その米取った計量カップをボコーンって落として、1合分のお米たちが部屋中に、うわー想像するだけで辛い。頑張って、そうアンプアンパッキングしちゃったんだね、黄色カップの中身をね。ありがとう。次、りょうたんさん、ノエル団長が同じリグロスとして運動会よろしくって言ってたから絡みを楽しみにしてるでん。同じリグロスとしてって団長さん、ノエル先輩、いつの間にリグロスになったんですか。ありがとう。大神さん、前回の楽しそうなラデンちゃん見てたら、いつの間にか自分もアンパッキング購入しちゃってました。まったり癒しゲームを教えてくれてありがとう。ゲームの部屋は片付けられるのに、自分の部屋片付けられないの、なぜなぜ。なぜなぜ。ゲームのね、ゲーム上ではいけるんだけど、それあれと一緒だね。あの、バイト先ではしっかり片付けやるんだけど、バイト先から帰った自分の部屋はごっちゃごっちゃっていう。バイト先でふと我に返って、なんでこんなにバイト先の掃除をしてるのに自分の部屋あんなに汚いんだろう、俺は今何をしてるんだっていう、ふと我に返る瞬間があるってやつですね。ありがとう。トラマツさん、タクですよさん、お酒を飲みます、飲んでください。内見ライダーさん、ラデンちゃんは今日も可愛い、ありがとう。ゆゆさん、ブタさんのぬいぐるみ本当に可愛い、続きが楽しみ、かっこラデンちゃんも可愛いよ、ありがとう。冷やし中華始めましたさん、アンパッキング続き楽しみです、ありがとう。野良倉猫さん、土偶可愛い台、土偶可愛い台いただきましたね、ありがとうございます。電力リッキーさん、電力、かっこ電力から超電導、かっこ超電導になった俺は無敵、ラデンちゃんは今日も可愛い、ありがとう。ティースケさん、今日から土偶、今日から土偶スパチャ、ありがとう。アルファサファイアさん、この土偶は我が友、亀岡遺跡出土の遮光土、遮光器土器ではないのか。いろいろ混ざってる。この土器は我が友っつって、三月期やん。ありがとう。クルーパさん、あ、クルーパさん、ありがとうございます。人生初スパ、人生初スパチャ、しかもありがとうございます。ラデンのね、巻絵、八橋巻絵ラデンのファーと書いてくださった方ですね。昨日はスパジオミで国宝八橋巻絵ラデンちゃんすずり箱をサムネに使っていただきありがとうございます。その前日が誕生日だったので記念になりました。ラデンちゃんはリンパだと誰が好きですか。ちなみに私は光悦推しです。今宵も素敵なお酒になりますように、ありがとうございます。リンパでしょ、迷うな、ちょっと待って、考えさせて。リンパだと、待って、リンパ5だったら確実にこの人っていうのがあるんだけど、丸山応挙ってギリリンパ？もうリンパじゃない？さすがに無理？さすがに無理とか言って、さすがに無理か。丸山応挙、待って待って、じゃあね、カキツバタズ屏風がすごい好きだから、大型降臨かな。大型、
やばい、めっちゃ考えちゃう。うーんっつって。そんな感じかな。でも誰か一人あげろって言われたら尾形降臨なのかなって思います。ありがとうございます。では次、キャシーブーマさん、ラデンちゃん大好き。ここで一句。秋の夜に貝の心も紡ぎしよ、緑の君はアンパッキング。ありがとう。ルンバさん、ホークス残念だったね。来年は絶対に優勝するバイ。ありがとう。負けたん。あ、負けたん。あ、すごいネタバレ食らったわ今。あ、いや全然、でもラデンは勝敗に関するネタバレとか全然大丈夫なあれやけん、全然ね、あれなんだけど。あ、負けたんや。まあまあまあ、また次がある、また来年があるやん。ありがとう。次、アロハサワイヤさん、22時30分をお知らせします。ラデンの姉貴、毎日配信お疲れ様です。毎日姉さんの笑顔と元気な声に出会えるのは嬉しいけど、無理はしないでくださいね。笑顔で元気な姉さんが大好きです。ここで今日の一句。ラデンのラーはラッキーデーのラー、ラデンのデーはできる女のデー、ラデンのんはんごろんごろ自然保護区。最後無理くり、んごろんごろんごろ自然保護区つって。ありがとう。次、ジョルさん、12月目のバッチがツボすぎて早くなりたい。多分ラデンと過ごす時間が楽しすぎてあっという間やろうな。今日もまったりアンパッキングやっていきましょう。ありがとう。まさやすさん、22時41分、青くんの配信にお邪魔中、ラデン。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。そう、ちょっと一瞬だけね、一瞬だけ顔を出しておりました。次、ファンテスさん、社交機時参上。ジル京香さん、よ、JFT 日本一。今週は深夜勤務なのでアーカイブで楽しませてもらうね。ありがとう。ひさとさん、ラデンちゃんの声聞くと一日の疲れが吹き取ったい。ほんとありがとう、ありがとう、こちらこそ。シドキアラさん、バッチが土偶になってる、めっちゃ可愛い。これは遮光器土器。みんな詳しいなあ。遮光器土器とか言って、遮光器土偶、みんな詳しいな。ほんと土偶に関して、ね、土偶はね、なんやろ、ラデンこれね、書いていただいたの、メンバーバッジ書いていただいたのは、みんな大好きニーハオ三平さんに書いていただいたんですよ。みんな大、ニーハオ三平さん、私の、スミレセプテンバーラブの絵を書いてくださった方ですね。スミレセプテンバーラブのニーハオ三平さんに書いていただいていて、で、その時にお渡しした、こんな感じでお願いしますっていうものが、結構すごくふわっとした、送ったちゃん。時代順になりますと。美術史における時代順になってますと。最初が、土偶、その次が、ハニーは、その次は飛んで引き目かき花みたいな感じでね、本当にそのぐらいでお願いして、で、土偶とかもうそのハニワとかに関してもどこかにラデン要素があると嬉しいですみたいな、そこだけね注文したから。この遮光器土偶に関しては完全にニーハオさんの好みですね。ありがとう。次、新王さん、初めてメンバーシップ入りました。県外への美術館見学のために某流行り病予防ワクチン打って副反応出てるので途中でアーカイブに切り替えます。期間内に例の焦燥院展も行くんですが、近辺のラデンちゃんならここは見たいっておすすめの他の博物館、美術館と、あと飲食店はありませんか。鹿せんべい配布は決定しています。ありがとう。実はラデン、あんまり奈良に行ったことがなくて、そんなね、近辺情報が全然わからんっていう。奈良ね、今まで行ってもね、ほんと日帰りとかやった件が全然ね詳しくないっちゃけど、まあ東大寺とか興福寺とかは一緒に回りたいなの気持ちでいます。ありがとう。次、初見詐欺太郎さん、初見です、アーカイブで見ます、おやすみなさい。おやすみ。山田錦優さん、ラデンちゃんこんばんは。明日は仕事のため途中で寝落ちしちゃうかもなので今のうちにスパチャしておきます。ありがとう。長崎印のアブリンさん、ロッテ超激転ミラクルさよなら勝ち、ファイナル進出ありがとう、スパチャ。ありがとう。次、桜小路小石さん、赤青ラデン楽しかった。ありがとう。
次、アークコジンマルさん、土偶だ、成長させたラデンちゃんになるんですね。これがホロライブ製たまごっちか。これ系はデジモンペンジュラムしかやったことなかったので楽しみです。ありがとう。モジャ AKA マルチの犬さん、まったりアンパッキング助かる。今日は100年梅酒を6で飲みます。ありがとう。ニワトリテコッコさん、青くんの配信に突然参加したラデンちゃんとかけて、なんだか部屋の空気が悪いと聞いたときます。その心はどちらも、みな歓喜するでしょ。うまい、これうまいね。あの喜ぶの方の歓喜する、やったーっていう歓喜と、あとは部屋の空気を入れ替えるの歓喜ですね。うまい、これラデン印の座布団1枚いいぞでシュッ、ありがとう。次、エビカニイクラマグロ丼さん、赤ラデン緑ラデンが揃った、あと5色のラデンちゃんが集まるとかの伝説のレインボーラデンちゃんになりません。ありがとう。横たくさん、今日もお片付けをします。メンバーバッチ可愛い、まさかメンバー歴が長くなる前に土器の時代が変わるとかとか思ったら普通に可愛いラデンちゃんになってたわ。今日もまったりやっていきましょう。ありがとう。サチャさん、今日も来てしまった、本望だけどね。ありがとう。ピンポンさん、今日も遊びに来ちゃった、かっこてれ。ありがとう。魔王元さん、 JFTJFT ありがとう。ラデンノンデラさん、ハングルニキ芋焼酎飲みて、一つおすすめしてもらってもいいでしょうか。ありがとう。芋だとちょっと待ってね。芋だと、ダイヤメンがおすすめです。あの昨日のねスパチャ読みの時にもこれ触れたと思うんだけど、ダイヤメっていうあの芋焼酎がありましてね、このダイヤメが美味しい。どう美味しいかっていうとね、ちょっとライチっぽい味がしてすっきりめの焼酎なんだけど、ラデンはこれをね結構ソーダ割りにして飲むのも美味しいし、ロックでそのまま飲むのもねうまいですね。ダイヤメ、こちらおすすめです。ありがとう。次、あとあのハングルね、あの本当ラデンハングル全然読めんくて、あのね、あの読み仮名とか書いてくれるとありがたいです。ありがとう。町中華ボットさん、12ヶ月バッチ赤ラデンですか。ノーメンです。次、昨夜さん、ラデンちゃんさん、バッチの実装もありがとうございます。ありがとう。こちらこそ。スターズさん、こんばんは。ラデンちゃん、出張から帰ってきた。日帰り出張きつすぎる、寝落ちの可能性大なのでお先にスパチャ送っておきますね。ありがとう。歌第一号さん、 JFT 土偶、そうです、土偶です。レオさん、メンバーバッチ更新ありがとう。早く24ヶ月目の可愛いラデンちゃんバッチに到達したいよ。12ヶ月目のバッチちょっと怖いの草。あれ、これでもね、あの怖さ和らいだ方よ、12ヶ月目のバッチは。ありがとう。もうなんかね、あの最初にいただいたのは本当にもうなんかあのすっごい怖かったから。ありがとう。次、椅子の本さん、今月の壁紙ありがとう。メンバーシップバッチ可愛いです。いつか2年のバッチ行ってみたいな。ありがとう。コバルトさん、ラデンさんの名刺バッチ面白いね。2年後に顔見れるの楽しみにしている。ありがとう。ソレノイドさん、よく見たらラデンちゃんも放送されてる箱入り娘ってこと、かっこホロライブだけに。そうですね、あの事務所に入ってるので箱入り娘と言っても過言ではないかなと思います。ジューテラデンホロライブなの。ありがとう。そう、よく見たらね、前回のサムネもそうだったんだけど、前回のサムネ、今回のサムネ、よーく見るとね、あの、豚さんの近くに小さいラデンがいます。って思った方は、ぜひね、見てみてください。ありがとう。次。サチョさん、ニホドキゲーム買おっと、楽しそうだな。いや、これ本当にめっちゃ楽しい。あの、やり込み要素もあるけんね、楽しいですね。ありがとう。カンナさん、まさかバッチが土偶とは、過去23時です。ありがとう。ロッコン少女さん、青くんのところでラデンちゃんいましたね、怖かったです。いや、それあのゲームのあれね、赤マントね、それ。あ、ラデンじゃないから、あれ赤マントだから。ありがとう。怪獣屋さん、こんばんは、楽しみ。ありがとう。ホーフリーさん、メンバーバッチの社交式土偶とかけまして、アンパッキング配信を聞いている伝道師と解きます。その心はどちらも、メガネかけている。あ、
うまいでしょう。配信流しながらまったりしています。ありがとう。あのメガネかけてるね、あの遮光式時のあのでかい目をあのメガネかけてると、あとアンパッキング深夜の配信だからお目目が寝かけている電動紙ねかかってますね。うまい、ありがとう。では次、アーシーさん、土偶になーれ、土偶になーれ、ラデラデキュン、何言わせとんねんありがとう。蓬莱なぎすけさん、ラデンちゃんは今日も可愛くて可愛くて可愛い大、ありがとう。パトラーちゃんさん、個人的にハニワラデンのメンバーバッチ好き、ありがとう。グアジンさん、メンバーバッチの土偶を眺めながら、タル酒とフグの一夜干しでお酒を飲みます、ありがとう。のののさん、JFT JFT、ありがとう。マロネさん、さっきは青くんに付き添ってくれてありがとう。こちらこそありがとう、お邪魔しました。月を見てかぐやさん、ほらぎ見守り優しい、ラデンちゃんは今日もかわいい、ありがとう。ローエンさん、青くんの見守りお疲れ様です、一緒に叫んでて笑った、やら叫ぶやろ急に出てきたんやからありがとう。次、A5 ランクワタメイトさん、よしこれで名刺入ったなあ、ビッグウェーブに、ビッグウェーブ乗り遅れてるよこれではありません。次、松田五一さん、ホークスショックな負け方して泣いてるので、ラデンちゃんの声聞いて元気もらうね、元気、元気出して元気出して、ラデンは見てないけど元気出して、ありがとう。アシュラヤマさん、ポムポムプリンはどこですか、出ません半熟卵さん、ドグーちゃん素敵なメンバーバッチありがとう、こちらこそありがとう。クラデン2歳で禁酒さん、2回連続リアタイ見逃してしまいました、いいんだよ無理してリアタイしなくてね、ありがとう。よとさとみさん、お疲れ様です、飲み会より帰宅して配信間に合いました、今朝何度か伝道師の皆様に顔向けできる座布団10枚を獲得できましたことを光栄に思います、皆様もとい私も望んでおります、ガチ恋キャリアウィンクお願いいたします。さあ伝道師のみんな、スクショの準備だ、追伸、次回より私は海物語のマリンちゃんからアイコンを変え、ラデンちゃんのガチ恋キャリアウィンクをアイコンにいたします、わかった、いいよ言ったな、ガチ恋キャリアウィンク、ガチ恋距離ウィンクなんだな、ウィンクをアイコンにするんだな、いいでしょう、まあ、座布団10枚のご褒美ということでね、いいでしょう。それでは皆さん、スクショの準備よろしいでしょうか、いきますよ、せーの、ウィーンク、ウィーンク、ウィーンク、冗談、ウィーンクウィーンク、ウィーンク、あのウィンクできないあのウィンクできない、ちょっと待って、なんか物で押さえるから固め、ちょっと待ってね、何があるかな、ペットボトル、ペットボトルで固めを潰してみよう、いきまーす、うわー高速固めウィンクになったわ、ちょっと待って待って、あ、これ普通にだから物で隠せばいいんじゃない、せーの、じゃあみんな頑張ってスクショして、頑張って一瞬のウィンクをスクショしてくれ、みんな頑張っていくよ、せーの、じゃあ無理だできてたか、わかんねえや、戻ります、戻ります、はい、そんな感じでございました、座布団10枚のご褒美でございます、ありがとう。次、ししゃもくんさん、よ、引き立てんこうさんやありがとう。海クラゲさん、一週間半前に陸上競技の大会に出るため、スパチャ読みの時にラデンちゃんから応援ボイスをいただいたものです。おととい、昨日と大会を終え、無事優勝とはなりませんでしたが、自分の出場した種目で3位を取ることができました、すげー、おめでとう、3位すげーよ、今年初めての賞状だったのでとても嬉しいです、これからもラデンちゃん頑張れとコメント、あ、これもラデンちゃん頑張れとコメントしてくださって、あ、伝道師さんたちのおかげです、今日はそのお礼スポチャです、ありがとうございました、いえいえ、頑張った自分の力ですよ、それもこれもありがとう。次、
モンモンさん、解説のラデンさん、はーい誰が解説のラデンさんや、ありがとう。龍中村さん、にほどきとかけまして、青くんのホストクラブと解きます。その心はどちらも箱を畳むでしょう。あ、うまい。もうにほどきのね、段ボールの箱を畳むと、あと青くんのホストクラブ、あのラデンと、それからあの始める始まるカーニバルと言って、あのめちゃくちゃにして、あの店を畳ませたんですけれどもその箱を畳むとかかってますね。うまい、ありがとう。赤マント突発見守り面白かったです。普段と逆の立ち位置になったお二人もいいものですね、ありがとう。あれやそれがしさん、青くんヘルパー助かりました。タバコ代置いておきます、ありがとう。隣のトンドロさん、初スパチャです。初配信からラレンちゃんが目が離せず、ずっと応援しています。そこでお願いなのですが、命名をしていただけないでしょうか。できれば〇〇て〇〇といった名前をいただけると嬉しいです。お願いします。オーケー、そしたらじゃあ、じゃあね、いや、さっきね、名前を出したやつで、今日の朝のね、朝っぱら伝とも関係ある名前でいきましょう。富士山って、富士山って、6でいきましょう。これでいきましょう。富士山って6。富士山は漢字、富士山ってまで漢字で、6がひらがな、富士山って6。これでいきましょう。ありがとうございます。次。こたつ亀さん、はぁ、休み明け月曜日の仕事の疲れで体にラデニウムが染み渡る。出た、ラデニウム。謎の化学物質、ラデニウム。お水を飲みます。続き、ザフトさん、ラデンちゃんが今日も可愛い。いつも楽しい配信をありがとうございます。このスプチャが読まれる頃には自分は夢の中かもしれません。実は10月11日が誕生日でしたが、あの日はスプチャ読みが名前のみだったので、襲名チャレンジを失敗したものです。よろしければ名付けをお願いできればと思います。ありがとう。ごめんね。ちょっとその日はね、スプチャが多すぎて名前だけになった、あれなんですけれども。そうだね。じゃあ、襲名チャレンジ。名前付け、ちょっと遅れました。誕生日プレゼント。じゃあ、ラテンの好きな焼酎からいきましょう。ダイアメさんでいきましょう。全部ひらがなね。全部ひらがなで、ダイアメさんで、ダイアメさん。これでいきましょう。ありがとう。一文なしくんさん、青くんのお守りお疲れ様です。豚ちゃん、うっ。D に今夜も期待、ありがとう。ニャニャベイさん、このゲーム急にだよね。ちなみにラデンちゃん、今日のパンツ何色？グレーです。次、おのれ許さんぞ、大勝利モヘ、ここで途切れてる。3、前回のあらすじ、現在23時8分、ラデンちゃん、あなた周りから浮いてるわよ、かっこ物理。ありがとう。居眠りさん、不審者助かる。まんまるキムさん、ようやくメンバーになれたんで回避です。あ、いや、ここじゃない、回避ここじゃない。ありがとう。アルファドさん、人生初スパ初面試です、ありがとう。今日は自分の誕生日なのでお祝いしてくれると幸いです。今日は朝もやりましたけれども、日付変わったからやっておきましょう。いきますよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、本日お誕生日の皆さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。今年1年いい年にしてください、ありがとう。お次、バナナミルクさん、ポインポイン、背中に土偶背負いつつ、土偶おひねりポポポーイ、ゆっくり息抜きもしてね、今日もありがとう。こちらこそありがとう。ゆうなさん、人生初スパチャ、ありがとう。ありがたいですね、この重風亭ラデンに人生初スパチャを投げてくださるのが本当にありがたい。今日もラデンちゃん可愛いですね、よろしければ僕も名付けをお願いしたいです。いいよ。じゃあそうだな、人生、そうだな、じゃあラデンの今食べたいものからいこうかな。ラデンの今食べたいものか
から行こうかな。今ね、ラデンすごくね、焼きそばが食べたくて、焼きそばが食べたいので、そうだな。じゃあね、じゃあ、ね、じゃあ、じゃあね、じゃあ根菜類キャロットで行きましょう。じゃあ根菜類キャロットさんで、あの根菜類は普通に漢字で根菜類、キャロットはカタカナですね。根菜類キャロットさんで行きましょう。ありがとうございます。次、半分人さん、こんばんは。間に合った。夜勤中サボりながらポインポイン見ています。ラデンちゃんが酔わないでゲームできるようになってよかったです。てか、なんでラデンちゃん引っ越し片付けてるのに外追い出されてるん？これはルームシェアや2台です。ありがとう。いや、焼きそばに人参ある、あのあるやん。あ、やばい、ギップです。はい、次、イマジンさん、どうも、土偶です。素顔を見るまで2年必要です。加入し続けますとも。ありがとう。結構2年って長いよね。2年長いなと思いながら、でもね、アンラインを設定しようと思えば2年以上も設定できるっちゃんね。え、まあとりあえずね、あの最大で2年って感じにしました。メンバーバッチありがとう。ポッサムさん、一服朝っぱら伝で、画狂老人万事のお話がありましたが、北斎のことは、太田記念美術館のサイトに詳しいです。コラムが面白く、時々覗いています。僕は、浮世絵だと、アナベアキサイが好きです。全然詳しくはないですが、ありがとう。この読み方、なんだっけ、毎回ね、毎回調べてるんだよね。川鍋京斎だ。思い出した。ありがとう。川鍋教材が好きです。全然詳しくはないですが、ありがとう。そう、あの、大田記念美術館さんの、なんだっけ、ノートだっけ？ノートだったはず。なんか、ノートっていうね、あの、なんだろう、ちょっと言う、あの、何、昔で言うブログのような、なんかいろいろ残せるサイト、まあ、ノートっていうサイトがあって、それにね、あの、太田記念美術館さんの公式のノートがありまして、いろいろね、あるんだけど、どれもすごい面白いコラムが。気になる方はね、とか浮世絵にあのちょっと興味あるっていう方はね、ぜひぜひ行ってみてください。あと埼玉にさ、記念美術館あるよね。川鍋京斎さんの記念美術館、いつか行ってみたいなと思いながらもね、なかなかそっち方面に足が伸びないというね。ありがとうございます。なんで記念博物館やったっけ、記念館やったっけ、ちょっとあのその辺はふわふわですけれども、ありがとうございますね。では次、金欠ライダーさん、初スパです。嘘です。なんでそんなすぐバレる。嘘をつくんだ。いつも容赦なく効果を投げつけさせていただいています。アンパッキングを一通りクリアした後、俺の部屋もアンパッキングしてくれると聞いていたので、片っ端から散らかしておきます。いや、アンパッキングやけん、あれよ、パッキングはせんばい、あの散らかすばいよか。埋もれないうちに救出頼んだ。いや、それあの違って、あのパッキングするならわかるんやけど、あのアンパッキングやけん逆、あの出すんよ、ラデン、わーって言って。ありがとう。正倉院ちゃんころさん、自虐ネタはよくするのに下着が出てきた時のアタフタラデンちゃんのピュアさ、もえーにゃー、ありがとう。ジョルさん、銭形4に溶かした、やめろ、それはこの前の俺に響く。設定6で6万消えたんやから、うわー、設定6で6万消えるのは痛いね。ありがとう。赤い黒人さん、いつも23時に始めてくれるから時報をありがとう。これで仕事が終われる。ありがとう。パスカルさん、今日の朝寝坊したんだけど、改めてラデンちゃんにハマってることを再確認した。起きて時計見て、やばい寝過ごした、いつもならここでやばい遅刻するって思ってたのに、今日は時計見た後、やばいラデンちゃんの配信始まってるって配信つけたわ。謎かけ10分かかってたのバレてたけどね。そう、面白かった。やばい遅刻するって言ってんのに謎かけに10分かけてるの、めちゃめちゃ面白かった。ありがとう。あとあれだね、やっぱりさ、あの前日の23時から配信やって、でその次の日朝6時から配信やるって、あのラデンはね全然できるんだけど、リスナーのみんなにちょっと負担がかかってしまっているかなっていう、やっぱラデンがこう無理してリアタイしなくていいよとは言いながらも、やっぱリアタイしたい人ってあのいらっしゃる、ありがたいことね、いらっしゃると聞いてるので、なんかちょっとその辺はね考えたいなって思う。遅前日遅い時間まで配信をしないとかね、まあ、とか言いながら、今日はあの今週も23時から日曜配信あるっちゃけど、ちょっとその辺はね、あの、考えようと思った。今日もラデンは。
やっぱなかなかね、無理させてしまう。なんか、螺鈿ね、もう本当に見てる人に無理させるっていうことが一番やりたくなくて。だから、耐久配信とかも基本したくないんだけど、なんかチャンネル登録者さん何人まで、終われまってんみたいな、ああいう耐久系もね、極力やりたくはないなと思ってはいるんだけど、まあ、その辺のね、朝ラデンも考えながら、どっちかだよね。だから、前日、今日曜だからね、日曜に夜遅くまで配信をしないっていうところか、あとは、一服朝ラデンの曜日をずらすか。このどっちかですね。ありがとうございます。では次。チロスさん、おカット送ってしまったものです。タクシーを待っているのですが、すいやーおカット送ってしまったものです。タクシーを待っているのですが、すいやー、だいぶ限界そうだ。チロさん大丈夫か大丈夫チロさん、だいぶ限界そうだ。ありがとう。グリさん、豚さん、帝王切開か縫ってやったからね、お腹がね。水木さん、人生初スパ、人生初スパ、ありがとう。人生初スパ&発明士、ラデンちゃんの配信を見てドハマりしました。楽しい時間をありがとうございます。お体気をつけて頑張ってください。ありがとう。次、カイスのみさん、ラデンちゃん、ロッコン症状、母さん、その部屋の掃除は今度から俺がやるから勝手に部屋入らないでくれるあー、主人公だったわありがとう。鬼コロ大使さん、うわー、寝過ごした、配信始まってる、はっ、 A 型、あ、こんばんは、ラデンは A 型ではありまーせん逆にみんな何型だと思う？ラデン新型？クワ型何型だと思われてるのかわかんないけど。次、ユッティさん、キッチンの月みたいな絵画は抽象画ですか？ラデン先生、23時42分、うわ、覚えてねーあー、月みたいな絵画、あれ絵画やったん？キッチンの、てっきり窓の外から見える風景かと思ってたわ、ラデンありがとう。次、グラシーさん、ラデンちゃんおやすみな、 ZZZZZ ですと寝とる。あと17分で0時00分をお知らせします。ありがとう。オブリゲオブオブさん、今日も元気に配信ありがとうございます。ありがとう。花村佐藤さん、仕事サボりに来ました、頑張ってね、23時45分、ありがとう。あやかにさん、配信助かる、諸事情でまだ名刺入れてないけど絶対入るのでしばしお待ちを、ありがとう。わらび餅おもちさん、少し前に命名してもらったわらび餅です。ラデンちゃんみたいな友達欲しかったな。ところで16日は私の誕生日、お祝いしてください。まあ来月なんですけど、なんだそれ来月かい。じゃあちょっと1ヶ月早いお祝いしとくね。おめでとうおめでとう。来月また言って、俺誕生日っつって、俺さ、今日さ、あんさ誕生日っつって、ありがとう。プッチーさん、朝枠後に予定もなかったのでパチ屋に行ったら3万勝てたので少量ですがお裾分け、早起きは3本の得ってな、ありがとう。クラデン2歳で禁酒さん、ラデンちゃんも引っ越しをするときはポムポム選抜をするんだろうか。全員持っていきますそれから、白木千早さん、ラデンが昨日散々読み方間違えた、すいませんね。白木千早さん、現在23時58分、とりあえずみんなベッドの下にしまっとくスタイルなんだなありがとう。それから、クロクロムージさん、ラデンおかんのお片付け続きはアーカイブで見させてもらうね、おやすみなさい、おやすみ。ソラさん、ここで一つ、ラデンちゃんの登録者数とかけまして、プロ野球選手の剛速球と解きます。その心はどちらも伸びがいいでしょう。ちょっとシンプルだったかな。おかん、ありがとう。うまい、伸びがいい、剛速球のね、球のウシュっていう伸びがいいとね、ありがとうございます。次、農村選手よしひこさん、0時00分、お晩です、ラデンちゃん。メンバーバッチ作成ありがとうございます。社交機能から進化が始まっていくの素敵ですね。そんな中、また一つ、新しい呪文を、覚えたよ。ラデンちゃんに、かけさせてあげるね。しゃくれな。この呪文をかけられた者は、瞬時に、しゃくれさせるよ。
本当にしゃくれちゃったよ、今らで言いながら。違和感ある中で話をするのは辛いかもだけど、覚えたてなので10秒ほどで治ると思うよ。ふふふ。本日のメレブさんでございました。だから名前ヨシヒコさんなの？だから名前農村戦士ヨシヒコなの？ありがとう。竜中村さん、捨ててないところがいいよね、かっこ写真。あ、いいよね、ありがとう。クレザクラユキとスバトモさん、期待の新人に乾杯乾杯。ヒキニートさん、この引っ越しの多さ、さてはこいつ北斎だな。北斎かもしれん。現代に蘇った女性版北斎である可能性はある。じゃあ次、マスズさん、ラデンちゃん、うちにも片付けに来てください。あー、ラデン散らかして帰る場合、酒の瓶そこら辺に転がして帰る場合、それでもよければ。小日向季節さん、最近涼しくなってきて秋を感じますね。ここで一つ、ヘビー級王者の頭蓋骨カチ割れハイキックとかけまして、ボーリングのボールで28本の歯が全砕けたときます。その心はどちらもめっちゃ痛い。続きがありますね。どういうことって思ったでしょう。ふうはっはっはっは。俺も。ラデンちゃん、電動さんたちの時間を無駄にさせてしまいました。罰ゲームとして10キロランニングしましょう。しましょうっつって。僕も自転車でサポートします。なんでよ、なんでラデンが走んの。ありがとう。ローエンさん、外でラデンちゃんの配信見ながらタバコ吸ってたら急に思い出したので、秋空に咲いた花火に夏名残、昨日花火を見て思ったことを書いてみました。あ、いいね、秋を感じますね。ラデンママ好きですよ。0時24分をお知らせします。今宵の月も可愛く輝く、トイレットペーパー。急にトイレットペーパー出てきたんやけど、ありがとう。おざぴのさん、いつも楽しい配信ありがとう。こちらこそありがとう。ふたばさん、ラデン様、酒もタバコもパチスロもやっていませんが、押させてください。ゲーム楽しんでください。おやすみなさい。ありがとう。もう押すのは自由でございますからね。ありがとう。キトラさん、荷造りはちゃんとしようと思いました。過去年内引っ越しで。ラデンも年内に引っ越せればいいなの気持ちでおります。このノリノリノリ泣きり組さん、深夜のお片付けお疲れ様。ここで謎かけを一つ。ラデンちゃんのアンパッキングとかけまして、将来設計ガバガバと解きます。その心は、とりあえず置いてから考えます。あ、うまい。これ置いてね、物を置くの置くと、置いて、年置いての置いて。もう一回いくよ。ラデンちゃんのアンパッキングとかけまして、将来設計ガバガバと解きます。その心はとりあえず置いてから考えます。すげえ、うまい。これラデン印の座布団1枚ですね。シュッ。お先におやすみなさい。朝にはラデン印の座布団が届いてますように。今送ったよ。ありがとう。次、川上拓也さん、壁紙ありがとう。見てて楽しいイラストで眼福だ。ありがとう。これニーハオ三平先生のおかげですね。ありがとう。アクルさん、風水的にはサボテンはテレビの近く、トイレ、ベランダに置くと邪気を寄せ付けないらしいです。あ、へえ、そうなんだ。ちなみにサボテンをテレビの横に置くと静電気を吸ってくれてホコリがつかなくなります。100均などで売ってるめっちゃ小さいサイズのサボテンでも十分に効果あります。だってみんな、風水的にはサボテンはテレビの近く、トイレ、ベランダに置くと邪気を寄せ付けないらしい。ほえー、そうなんだ。ありがとう。次、イオフモールさん、好転、この旅は惜しいクワガタをなくしました。そう、クワガタさんがね、途中でなくなっちゃってたけど。小日向季節さん、28万人おめでとう。ありがとう。アクコジンマルさん、1たす2コアライコール3星。28万人おめでとうございます。ありがとう。それからスパチャカウント、あとちょっと、ありがとう。半熟卵さん、28万登録おめでとう。ありがとう。霧島ちゃんさん、28万人おめでとうございま道具。ありがとう。チャリンコライダーさん、バッチ、順々に実装できたらサプライズにできたかもね。あ、確かに。ありがとう。オニコロ大使さん、いつの間にかチャンネル登録28万、コングラデン。ありがとう。煙突掃除さん、仕事中にスパチャだけ投げます。早く帰ってアーカイブ見ます。遅くまでお仕事お疲れ様。ダムダムさん、28万人おめでとう。ついでに謎かけを。28万人おめでとうとかけまして、同棲したての頃に
早く起きてみた横で眠る彼女の寝顔と特急、その心はただただめでたい。はい、同棲したての頃に早く起きてみた横で眠る彼女の寝顔、いいですねいいですね、大切にしてあげてください。ありがとうございます。次、アイゼクトさん28万人突破おめでとう、あと2万人やな、ありがとう。アッシーさん28万人おめでとう、ありがとう。エネフェアさん28万人おめでとう、ありがとう。ムータスさん28万人おめでとうございます、ありがとう。リースケさん28万人登録おめでとう、ありがとう。遠近法テクテさん、ラデンちゃん28万人コングラデン、お祝いとバッチの感謝で一つ、ラデンちゃんとラデンちゃんの人気とかけまして長編落語届きます、その心はどちらもオチが来ないでしょう、お粗末様でした。あーいいね、オチが来ない、落語のねオチが来ないとね、ラデンの人気が落ちないでほしい。これもねラデンももう散々思ってるよ最近ラデンね、もう1年後とかにさ、重風亭ラデン、あ最初はなんか面白かったのに今じゃ全然面白くないんだけどガハハとか言われたらどうしようとか、今あいつ最初だけだったよな、まあ、出落ち担当ってことだったんだな、あいつはハハハみたいな1年後言われてるんじゃないかと思ってね、ラデンはもうヒヤヒヤしてるよ。ありがとう。次、おにころてココアさん、ラデンちゃん28万人おめでとう、これからも無理せず楽しく頑張ってね、ありがとう。アリーさん28万人おめでとうございます、これからもお体に気をつけて頑張ってください、ありがとう。鬼丸くにつなさん、このまま見ていたいけど夜勤サボれないのでアーカイブ楽しみにしています、28万人達成おめでとうございます、ありがとう。ソウリュシバ青の系譜スパさん、ラデン28万人おめでとう、ありがとう。ゆうのさん28万人おめでとうございます、ありがとう。海さん、むちきさん、お疲れ様です、波乱万事な人生ですな、そして28万人おめでとうございます、ありがとう。はっぱこさん、楽しい時間ありがとう、そして28万人おめでとう、ありがとう。ハッピーさん、二歩時から持ち主の人生を想像できるゲームってすごく面白いね、ラデンちゃんの実況を見て実況でさらに面白く感じたよ、ありがとう。アッシーさん、コアライコール3星マイナス2分の1、星イコール1たす2コアラ、あ、3分の1たす2コアラ理系、ゴリゴリ理系の考えが飛んできましたねありがとう。ジョルさん、こんなに長く楽しめる作品とは思わんかったね、そう嬉しい、ごさんありがとう。クビナスさん28万人突破おめでとう、主人公ちゃんの人生がさらに進んでいて楽しかった、ありがとう。グググさん、謎に激似の坊ちゃん、ヒスラデンママ公文、何回も出てくるラデゴロウさんで今日もめちゃくちゃ笑わせてもらいました、ラデンちゃんいつもありがとうね、あと28万人もおめでとうね、ありがとう。ほおずきさんちのちゃちゃまごちゃんさん、ラデンちゃん28万人おめでとう、ちょっと自分も枕の下に直したいので3枚ほどラデンちゃんのくださいな、いいよ、1枚500円なありがとう。東吉郎さん、登録者28万人おめでとうございます、葛飾北斎ほどではない人生を引っ越しの多い主人公さん、ラデンちゃんのプレイによって明かされる今後が楽しみです、ありがとう。J 高見さん、お疲れ様でした、28万人おめでとうございます、ありがとう。バッファーのバファリンさん、1たす1はコアラこの時の回答は後の研究者の間でも意見の分かれるところであるありがとう。太郎次郎さん、今日も配信お疲れ様です、チャンネル登録28万人おめでとう、バッチも決まっていよいよメンバーシップが始まったって感じでワクワクしますね、土偶バッチとっても可愛いです、土偶の壊れすぎるところもまるで自分の腰や肘のようで愛着が湧きます、かっこ白目ありがとう。カーサさん、他人の二歩どき楽しかったです、また28万人おめでとうございます、ありがとう。リリルさん、ラデンちゃんお疲れ様でした、自分も7時間残業してちょうど終わったので後でアーカイブで見ます、めっちゃ楽しみ、28万人もおめでとう、ありがとう。残業お疲れ様、7時間残業ってやばくない、お疲れ様でした、ありがとうね。クラゲさん、お疲れ様でした、今日の配信もめちゃくちゃ楽しかったです、28万人登録おめでとう、ありがとう。ラピスさん、28万人おめでとう、今日も楽しい時間をありがとうね、こちらこそありがとう。グラディスさん、配信お疲れ様、28万人おめでとう、ありがとう。ビリヤードさん、28万人おめでとうございます、仕事終わりで途中から見ました、またアーカイブで見返しますね、ありがとう。
リフさん28万人おめでとう、ありがとう。マフスヒムさん登録者28万人おめでとうございます。来週も北斎みたいに引っ越しする主人公の二ほどき頑張ってください、ありがとう。とつやまさん、これのことかこれのことか、どれのことなんだ、メンバーシップかメンバーシップだとしたら違います、ありがとう。ST さん、28万人おめでとう、ありがとう。はゆさん28万人おめでとう、ありがとう。Dさん今日も楽しかった、28万人おめでとう、ありがとう。モレットさん28万人おめでとう、もうすぐ30万人ですね、ありがとう。小猿さん28万人おめでとうございます、ありがとう。先行の旅人さん、さようならで一服朝っぱらで読んでいただいた記念&28万人到達&土偶になったスパジャです、あとよろしければ名前を頂戴したいです。先行の旅人のマイク後ろに足していただければ幸いです、ありがとう。そしたらどうしようかな、先行の旅人、じゃあそうだな、じゃあ先行の旅人、先行の旅人 in バンディリアでバンディリア旅行団の一員にしときましょう。先行の旅人 in バンディリアで、あのカタカナね、カタカナでバンディリアで行きましょうありがとう。次、藤田月猫さん、28万人おめでとう、今日もゆったりアンパッキングを見させてもらいました。初回に比べてラデンちゃんの収納術が上がってきましたね。ずっと遠くにいたからか、うんと近づいてその可愛い顔をお見せてくれよ、あ、今日も可愛いだい、ありがとう。たけさん、レティシアさん、ストーリーにさらに深みが出てきてどうなっていくのか次も楽しみ、28万人超えもおめでとう、ありがとう。翼さん28万人おめでとうございます。ついでにとあるお祭りの参考にしたいので質問です。ホラー見守り隊のラデンさんは友達にするならゾンビか骸骨かゴーストのうちどれでしょうか。友達でしょ、友達になるとしたらゴーストがいいですね、あの便利そう、ちょっとあの見てきてとか、ちょっとコンビニ行ってきてとか、ちょっと郵便物出しといてとか、あのやってくれそうなんでゴーストです次、モビウスのダイスさん、クロマサさん、なるほど土偶記念、ありがとう。マゲーリクサさん、あの多面ダイスは二重面ダイスですね、あ、そんなあるの。私は TRPG をやるのでたくさん持っていますし、 T シャツも持っています。あるの、そのあの多面ダイス T シャツあるの、現実に存在したらいいんや。でも主人公はそういうゲームやってる気配はなさそうなので、デザインだけで持ってるタイプかな、いや分からんよ、やるかもしれん主人公も、ありがとう。ジャムパンさん、さよなら点、ありがとう。ヨシアさん、甘神助かる、ありがとう。ウルさん、28万人おめでとうございます、さよなら点、ありがとう。すこやかさん、遅くに仕事を終えて帰ってきてラデンちゃんの配信やっててありがてえ、今日は2回配信と見守りお疲れ様でした。見れなかった分はアーカイブ見ます。チャンネル登録者28万人もおめでとう、ラデンちゃんの魅力がたくさんの人に届きますように、羽ばたけー、ありがとう。ケルティさん、今日もにほどき楽しかった、登録28万人おめでとうございます、ありがとう。町中華ボットさん28万おめめめめ、蜂蜜はそば蜂蜜がくっせえけど喉にバチキキでおぬぬめありがとう。大円チラキリアさん、お先に寝ます、ごめんね、メンシバッチラデンちゃんらしくて可愛い、そして28万登録突破おめでとう。1年目の顔が正直あるホラーゲームの顔だけの幽霊に見えるのは内緒けど最高です、次の配信も楽しみにしてるね、ありがとう。アドエアさん、さよならね、ここでお知るね、最後まで見れなくて残念、28万人おめでとう、今日もありがとう、こちらこそありがとう。ホーリーさん、本日のにほどきお疲れ様でした、無限に見て聞いてられますね、チャンネル登録者28万人おめでとうございます、名刺バッチかわいい、ありがとう。PKG さん、ラデンちゃん28万人おめでとう、メンバーシップのバッチも決まっていよいよ超伝道師が本格始動したって感じだね、30万人までもう少し、ありがとう。アコニチンさん、昨日のことになりますが人生初寄せ行ってまいりました。知らない演目ばかりでしたがすごく楽しませてもらいました。どの話家の方もその情景が見えるかのようなダイナミックさで、また方によってそれぞれ個性があって面白かったです。中には歌い出す方や壇上で暴れ出す方など終始笑っていました。これはハマります。学割と時間割で浮いた分をスパチャとして送らせていただきます。面白い世界を教えていただきありがとうございます、こちらこそありがとう。
しらすさん28万人登録おめでとう。ラデンちゃんのアンパッキングめちゃめちゃ楽しいわ。ありがとう。ジョニーさんお疲れ様でした。ただいま午前1時をお知らせします。ありがとう。もうちょっとですね、スーパーチャットもうちょっと。ソラユミさん、ベッド下はやっぱり万能スペースなんだな。気をつけないと何でもかんでも押し込むことに。28万人おめでとう。これからも頑張って。ありがとう。ソウリュウシバ、青の系譜、スパ、うん、さん、ホンヘ、ありがとう。ガチリンさん、配信お疲れ様でした。28万人もおめでとう。ラデンママのヒス構文好きだから定期的にヒスって発作ある。ありがとう。ナベさん28万人登録おめでとう。もしかしてこの主人公は葛飾北斎だったってこと？だいぶ現代に生きとるな。ありがとう。アベリアさんお疲れ様でした。ラデンちゃんの朝活に始まり夜配信で終わる、いい月曜日だった。28万人おめでとう。ありがとう。津島猫兄さん、716キレキレ窓口さん、アンパッキング配信お疲れ様。そして28万人おめでとうございます。ありがとう。ロロティアさん、楽しかった。さんざん二ほどきする、ただただ二ほどきするのではなく、ストーリー性があるのがまたいいよね。28万人突破もおめでー。ありがとう。ハンボンジンさん、スパチャ滑り込み、ヤッホー。ありがとう。赤井くんさん、28万人おめでとう。紫野菜さん、28万人おめでとう。メンバーバッチも更新おめでたい。まずは1年濃名ラデンちゃん目指して。ありがとう。イスノホンさん、28万人おめでとうございます。ありがとう。チャリンコライダーさん、3ステージクリア&チャンネル登録者数28万人おめでとうございます。ありがとう。リリルさん、今気づいたけどバッチ追加されてる。壁紙もありがとう。こちらこそありがとう。ひよりさん、ラデンちゃん28万人おめでとうございます。こちらこそありがとう。板橋はざまさん、配信お疲れ様でした。&28万人おめでとう。電動車は狩りから稲作へ向けてこれからも応援させていただきます。ありがとう。最後です。カカポッポさん、ラデンちゃんのアンパッキングめちゃめちゃ大好き。登録者28万人もおめでとうございます。ということで本日のスーパーチャット読み終わりました。ありがとうございました。はい、本日もたくさんのコメント、スーパーチャットとても感謝感激でございます。ありがとうございます。まあ夜も遅いのでね、明日の予告をして終わりにいたしましょう。明日は23時からゲーム配信ございます。こちらですね、ファミレスを享受せよというゲームをやっていきます。一体どんなゲームなんでしょうか。ラデンもね、全然何も知らんけんがドキドキワクワクでございます。明日23時からよかったらお会いいたしましょう。そして、23時より前19時からこちらは一条リリカちゃんのチャンネルにてホラゲー見守り配信があります。スイカゲームのね、ま、罰ゲームと言いますか、なんでラデンが巻き込まれたのか分かりませんけれども一条リリカちゃんのホラキ見守り配信が明日19時からあります。リリカちゃんのチャンネルです。よかったらそちらも合わせてご視聴いただければと思います。はい、ということでございまして、本日の配信以上で終わりたいと思います。本日も夜遅くまでお付き合いいただき誠に誠にありがとうございました。それでは最後、さようならでんで締めにいたしましょう。せーの、さようなら。